皆さんこんにちは。31歳でファイヤーしたこれもフィアス。ついにパウジーが生きている国に突、ゴリパウジーに突ということで、パウジーに会っていきたいと思います。はい、ということでパウジーどこにいる。パウジーとかくれんぼイーチョツルということで、パウジーに直談判してきます。待望の 1% 売り上げレッツボーということで、私ゴリ、いや実際問題ね、北米に帰ってくるとは思わなかったね。なんだろうなんかちょっとさ、ちょっとなかなかまあ現実信じられない部分もあるよね。こう実際にこう来てみてね思うけど、いやこの大陸に戻ってくるとは思わなかったぜって感じだね。ここがあのジョー・バイデンがねチーマー張ってるところかみたいなね感じで、ね、普段はさ遠くから見てるわけじゃんね。アメリカ試合終了とかね、ロサンゼルス行ってるとかね、サンフランシスコ行っちゃってるとか、ニューヨークヤバタウンとかね、アメリカのうどんがニューヨークで4000円みたいなね、そういうの遠目から言っててさ、試合終了とか言ってるけど、まあ、実際さそこにね来るっていうのをねちょっと、まあ、なんて言うんだろう、まあ、想像しなくったっていうのと、あとはまあ日本の出国直後だからね、まあ、真逆なんだよね文化が、日本っていうのはやっぱり、まあ、毎回言ってるけどハイコンテクストカルチャーすぎて自滅するっていうのもそうだけども、まあ何でもかんでもねちょっとルールがありすぎて、でまあ頭ごなしに、それをね、これやってあれやってとかもそうだし、まあわびさびのねちょっとネガティブ悲しいみたいなね、でバックグラウンドでさ英語聞こえるでしょ。空港にいるのよ。でね英語聞こえるでしょ。でまあ俺はさ英語でさ生活してるんだけどさ、まあなんて言うんだろう、先進国には住んでないわけよね。先進国試合終了って言ってるわけじゃん、でまあサンドイッチとかさ、サンドイッチのインフレで価格どんくらいかなみたいなちょっと見てみたけどさ、まあ、価格は書いてなくて、まあ、どんくらいか分かんないけど多分まあ9ドルぐらいするんじゃないの。日本にして1500円、サンドイッチね空港の、分かんないけど、まあ何しろね、まあ自分がさ普段英語でさ喋ってて、で仕事も英語なんだけども、まあその先進国のね英語圏の母国に住んでるのとは違うからさ、またなんか新鮮な、なんて言うんだろう、ちょっと違うんだよね、新鮮っていうのかな、そのね普段はさやっぱり英語がなんていうの第二言語の国のところでさ、そういう人が集まってるところとかで住むわけじゃんやっぱりね。でそれがなんか英語が母国語の国に来るってさ、もうかれこれね、かれこれもう5年4年ぶりみたいなね、北米とかね、イギリスもそうだけど、いやだからなんか変な感じだよね、なんていうんだろう、あと文化もさ、まあ、真逆すぎてね、まあ、ダイバーシティっていうの、多様性でさ、まあ、ボッコボッコっていうの。まあ肥満児の多いことよアメリカね、ファッションとかもさ、もうめちゃくちゃめちゃめちゃっていうわけでもないけど、めちゃくちゃなのカジュアルとかね、だからさゴリがさタトゥー入っててさ、あの銭湯入場拒否とかねあったけどさ、そんなことまるでないからねアメリカとかで、ね、タトゥーとか入ってる、ピアス入ってるとかね、むしろウィードとかね、大麻とか合法なアメリカだけじゃないけどね、でそこで一つの国ではね、反射に見られるみたいな、そこからね普通、それが普通になるみたいなね、でどっちもね、まあ、リラティブなね相対的な現実であるわけよ、で私は、まあ、世界転々とするわけだから、日本がねホームベースとかそういうわけでもないし、日本で骨埋めるとかそういうわけでもないし、日本に住んでないからね、日本のね規律とかそれがね全てだと思ってないから、絶対的真実って違うからね、っていうのは分かってるんだけども、まあだから真逆のところに来るっていうね、まあ自由の国だよね、ということで、まあパウジーの国に突出しちゃいますということで、
ね、ビットコインどうなったかというと、なんと私今日の動画で予言していたんです。でビットコインこれブルトラ張るベアトラ張るんじゃないのかみたいなね、この落ちちょっと急すぎだよねって言って、これベアトラでからのブルトラで上がってってからの落ちるっていうね、これがドンピシャにねちょっと当たりすぎてヤバタンネルなんですよ。だからそれがね今日の動画ですでにあるんだけどさ、これねウラスジー、これをすでに予言していた、こんなに早く来るとは思わなかったけどね正直、うん、まあということでね、短期トレードってのは本当にね、うん、短期は損切って言ってるけどね、うん、ツイッターでもしたけど、どこだ短期は損切、これだ短期は損切ね、うん、ベアトラからのブルトラ疑惑説すでに現実になってるということで、往復ビンタでかもり放題、ゴリはそれをただただ見てる、下から下から何かが来てる、それをゴリはベアトラ見透かしてる、チャ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 ラチャ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 ラチャ、そこから下から上に何か来てる、それをゴリはブルトラと捉える、チャ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 ラチャってね、これ空港のところでね隣にてか、まあ左も右も後ろもねアメリカ人の人たちに囲まれてね、これはね日本語でライブっていうかさ録音してるのよな、まあまあ日本語みんなわかんないからさ、日本でね、日本の空港とかでやるよりも全然ね気楽だけどね、うん、ということでこちらすでに現実になってね、上げたと思ったらがっつりと下げてるということでね、こちら1万8000から1万9000まで1万1000ドル上げてからの今下げをまたやってるということで、がっつりこれダブルボトムじゃないけどね、こういう感じで、まあボトムではないと思うんだけどね、まあプルバックしてからのまあね、うん、ってことですかね、うん、これで引っかかった人はアマタンですね、アマちゃんということで、こんなことは分かっていたはずだ。そして次、ね、ベアトラからのブルトラ疑惑当たっちゃって正解すぎる。そして韓国政府曰くドークワンがシンガポールから逃げてるらしいね、今シンガポールに在住らしいんだけど韓国にね出廷しないのかわかんないけども、なんかあんまり協力してないみたいなことを言ってるね。おっとおっとおっとアナウンスがそして FRB の利上げ最終地点 4.45% 超えそうということで、ね、今のところね、来年の4月ぐらいがねピークで 4.25 とか 4.3% いくんじゃないかってね市場の予想なんだけども、もしかしたらそれをさらに超えるかもしれないということで 4.45% までいくのか、パウジーの国に突入、ね、日本のねファイナンス系 YouTuber でさ、まあ、日本から発信したりね海外で発信する人もいるけども、パウジーの国に突入してる人いないでしょ。しかも FOMC の時ちょうどゴリアメリカにいるからね、うん、FOMC 利上げアメリカから生配信ね、これは生すぎる、生すぎてどうなんだろうそしてドイツの銀行リセッションの兆候が加速してんねんということで、まあそれはそうだろうだよね。ジャーマンセントラルバンク said signs of recession are multiplying ということで加速しまくってる、2倍3倍4倍ということで、まあ、電気代が、ね、5倍だからね、まあ、それはリセッション絶対来るでしょうっていう感じだよね EU であれば。さらにこれアナウンスが言っちゃってるということで、ショッピファイ言っちゃってる、年リターンマイナス 77%、 これはビットコインレベルじゃないかということでね、ビットコインは、去年のね、11月をピークにしてからかれこれ 80% ぐらいね落ちてるんじゃないかと思うんだよね。で仮想通貨のシットコインなんてもっとよ草コインなんてもっとだと思うよ。でこれがね米株のね、まあスモールキャップだけどねでさえ 78% いっちゃってんだよ。だから今回はねそれだけ市場まれなんで、ビットコイン 73% 落ちてるからね、うん、で GAFA とかのねメタである Facebook だってねマイナス 57% よこれ。 NVIDIA 55% 落ちてるのね、うん、スクエアマイナス60%、
ネットフリックス 60% だぜ。でスナップチャットマイナス7なんですね。スナップチャットって株上場してるよね多分、うん、ということで Google マイナス29、30%、 Adobe マイナス 48%、 あの PayPal でさえマイナス 50% なわけよ。だからこれはビットコインとかだけじゃなくてももうね米株国債もいっちゃってるし、これねだ20年過去30年過去40年で史上最悪レベルの、ね、マーケットが来てるってことで、まあ、これはね皆さんね私たちね生まれて生きてる中で多分ね一番ね今のところひどいんじゃないかっていうねマーケットになりそうなわけよ、うん、だからこそこんな時にねシットコインね草コイン買ってる場合じゃないのよ。ジャスミーとかねシンボルジムとかね、まあ、言ってたよね、おとといぐらいだっけ、与沢翼さんがさ YouTube でね青汁王子でやっててさシンボルジムでマイナス10億ぐらい飛んでるみたいなね、うん、まあまあまあ草コインだからしょうがないってのもあるけどね。だダメよ今からジャスミンとかねシンボルジムとかステップンとか買ってるやつルナもダメだぞな。ということでまあそんな感じのねカモリ放題ね、まだどれぐらいねレバーショートとレバーロングが狩られたかはデータで出てきてないですけれども、まあこれ往復ビンタって言った通りですよね。はい、しかも今週のうん今週の木曜日だよな、うん、日本時間の木曜日早朝に利上げだからってことは今日明日明後日月火水、うん、ちょっとブルトラベアトラで、まあ、レンジからのだと思うんだよね、うん、レンジからの FOMC でねガッツンことするんじゃないかと思うので、それまでは行ったり来たりのレンジだと思うんだよね、うん、ここのそこのところでここのレンジのところで上がったり下がったりねするんじゃないかなっていうことで、まあまあまあね、まあレバーショートとかレバーロングでねあの予想をつけてねトレードしたい人もいるかもしれないけども、まあ正直ねこういうのは、うん、まあまあまあってことでしょう。ファンダメンタルのこういうねニュースが出た後にやった方がいいと思うんだよね。ということで本日以上になります。深夜アメリカから、ライブを始めてみましょう。グッドボタン、スマッシュボタン、熱望、ファンダ、後ろの音がうるさすぎる。ファンダメンタルやチャートの TA などですね役立ったと思った方、ゴリのベアトラからのブルトラの様子をドンピシャすぎて濡れた方はスマッチョ、熱望お願いいたします。ということでまた明日お会いしましょう。バイバイ。